すいませんね。ただね、マネージャーにね、本当に、働かせすぎ。え？まあな。マネージャーが、おじるりさんの、ヘラヘラしてヘラヘラしてんもんな。ヘラヘラしてんだよな。気づきました。気づきました。名前なんつうの？二神さんっていう。二神よ。ヘラヘラしてんな。チャラくない？大丈夫？いや、私が、大阪で、インフルエンザになったんですよ。それで、大阪でなっちゃったんで、5日間ホテルに缶詰だったんですよ。そりゃそうだわ。で、その間、大阪で、来んなよ、二神さん。大阪で、彼女作ったんですよ。はぁ？おい！二神！バカ野郎、この野郎！やばい！やばくないですか？これちょっとさ、今日の道録をさ、ホリプロさんの上の方に送っといて。とんでもないことだ、これは。二神さん、チャラいな、おい。なんか、買ってきてくれるんですよ。水とか、ちょっとした食べ物とか、コンビニで買ってきてくれて。で、早々に出てくと思ったら、毎晩彼女と会ってたらしくて。ダメだな。そうなんです。いや、でもやっぱり、でもそういうところやっぱりな、時間を有効に使う。だなぁと思ったんですけど。まあ、そのね、今ラジオを聞いてる方が、あのね、彼女、誰に似てるの、二神さん。うん。まあ、パッと見で。北川景子。嘘つけ！嘘つけ、もう、失礼だろ。すごいっすね、二神さん。とんでもねえな。小牧さん、うちの小牧さん、そんなことしないからね。いや、しないよ。俺ら、風邪ひいてきた時に大阪で彼女作ったりしないよ、うちの小牧さんは。違うなぁ。これちょっとバチバチだな。いや、すごいですね、今日は。俺ら守っから。大丈夫だよ。任してください。僕らに任してください。はい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 。いやー、もう、こじるりさん来て本当嬉しいですね。ね